ビーガンが動物性肥料や化学肥料や農薬を使わない自然栽培であれば飢餓で苦しませず27、26億人を食わせていけると言ってるけど本当ですか？嘘です。今化学肥料を使わなかったらここまで の農業生産その食べ物を生産することができないんですよね。結局その食べ物がなぜこんなにいっぱい作れたかっていうので、まあ、70億人食えるんですけど、結局そのなんでじゃあその食あの肥料がその食べ物がそれだけ多くなったかっていうと、その土の中にこう窒素とかを突っ込んで、その窒素でその植物が育って、でその小麦があったりっていうところ その炭水化物が育ってるんで、それを人間が食うっていうのがあるので、その食料生産量だいぶ下がっちゃうんですよね。で食料生産量だいぶ下がると飢餓がどんどん増えてくるので、なのでもしそのじゃあ農薬全く使わないでできるのであれば、自分で畑作ってやってみたらっていうのだと思いますけどね。ちなみに農薬を使わない畑を作るのってかなり難しくて、その周りからまず嫌われるんですよね。そのじゃあ例えば僕がじゃあその大根を育てます、でうちの畑だけ大根に農薬撒きませんっていうと、うちの畑がそのモンシロチョウだらけになるんですよ。でそのモンシロチョウだらけのところから他の畑に今度モンシロチョウ飛んでるじゃないですか。で一応その他の畑も多少の農薬はつけてはいるものの、やっぱりそのかじってから死ぬんですよ。なのでそのやっぱりかじられたりするわけじゃないですか。なのでそのモンシロチョウ発生しまくりな畑は近所にいてほしくないんですよ。なのですげえ嫌がらせされると思うんですよね、近所で。まあそれを嫌がらせする方が悪いっていうのは確かに考え方とあるんですけど、ただそのモンシロチョウを近所の畑にばらまきまくってるお前のが悪いよねっていうのがあって、なのでもしやるとしたら本当に人里から離れたところに畑を作って、周りに迷惑をかけないようにしてやらなきゃいけないんですけど、まあなかなか難しいと思いますよ。田んぼとか作れないんじゃないかな。今人里と離れた場所で平地ってほぼないから、やるとしたら多分山を開拓して、そのフィリピンとか中国みたいな段々になってる田んぼを自分で作らなきゃいけないと思うんですけど、今人類ここまでその進化した人類があれを一から作るかっていうと相当難しいと思いますよね。